現在のフロッセンビュルク強制収容所フロッセンビュルク強制収容所はナチスドイツの強制収容所の一つ。ドイツ、バイエルン州、オーバーアップファルツ地域のフロッセンビュルクの近くに存在した。フロッセンビュルク村は人口約1200人。ウバイエルンに属し、ニュルンベルクの北東120キロ、ミュンヘンの北250キロ、 チェコスロバキア国境から5キロのところに位置し、冬は寒さがかなり厳しい。この地域に強制収容所が設置されたのは、同地域から産出される花崗岩の採掘に囚人を動員して、強制労働に当たらせるためであった。1938年5月8日、ダッハウ強制収容所から最初の囚人100人余りが到着。続いてブーヘンバルト強制収容所やザクセンハウゼン。 強制収容所など各地の収容所から続々と囚人たちが送り込まれ、同年12月末には囚人の数は1500人に達した。ナチスドイツの総統アドルフ・ヒトラーやそのお抱え、建築家アルベルト・シュペアはベルリンをはじめとするドイツ大都市再整備計画や次のニュルンベルク島大会での荘厳な建築物の建設などを計画していたので、 少しでも多くの石材を必要としていた。そこで、ハインリヒヒムラーは、ここの、しかし間もなく、第二次世界大戦が始まり、収容所内の労働も次第に戦争経済への、奉仕が第一となり、1943年以降、加工岩採掘は、副次的産業と化しており、メッサーシミット社をはじめ、各種軍事工場での労働が中心となっていった。 1944年7月20日のヒトラー暗殺計画に関与したビルヘルムカナリス帝徳、ハンス・オスター将軍、ディートリヒ・ボンヘッファー、フリードリヒ・ホンラーベナウ大将らは、それまで収監されていたベルリンのゲシュタポ本部や刑務所などが連合軍の空爆で被災した後、1945年2月上旬にこの収容所へ移送された。そして同年4月8日、 同収容所内で彼らに対する軍事法廷が開かれ、所長のマックス・ケーゲルも、その法廷で裁判官を務めていた。かなりすら7人は反逆罪で、死刑判決を受け、翌4月9日、早朝、収容所内の中庭で処刑された。1945年4月中旬になると、この収容所からの撤収が開始され、囚人たちは、ダッハウ強制収容所へ移送されることになった。 彼らは、徒歩で移動させられ、その移動中、約7000人が死亡した。徒歩での移動のため、移動する速度は遅く、ほとんどの囚人たちは、ダッハウに到着する前に、アメリカ軍に保護されている。同年4月23日、アメリカ軍第90不評師団538連隊によって、フロッセンビュルク強制収容所は解放された。正門には、 ナチスの強制収容所お約束のスローガンバイト、マクトフライがついていた。所長は、ヤーコップ・バイゼボルン、カール・キュンストラー、エーゴン・チル、マックス・ケーゲルが務めた。歴代所長の補佐役は、ハンス・アウマイヤー、ついでカール・フリッチュが務めた。両名ともアウシュビッツで勤務していた経歴がある、大量殺戮者であった。フロッセンビュルクには、ガス室はなく、収容所内には、 売春宿が設置されており、12人の女性囚人が慰安婦を務めていた。囚人への罰には、棒打ちの刑が執行された。ありがとうございます。